はい、ええー、つゆがもこ先生の不幸くんはキスするしかないです。じゃあ、タイトルすごいですね。いきなり、はい、<laughs> いきなり、こちらの金髪、茶髪なんですかね。の。 子がこうたくんと言いまして、幸せに多いと書いて、こうたと。まあ、名前から聞くと、すごい<ー>幸せな幸福体質なのかな、うんうん、思うと思うんですけれども、実はこのこうたくん、ものすごく不幸体質なんですね。いや、名前負けしてますね。はい、もう本当にその通りなんですよ。死にかけるような不幸も結構多くてですね。すごいね。昔からずっと不幸をもう逃れ,逃れられない、避けられない不幸、もう生粋の不幸体質なんですね。はい。はい そんな時に大学で出会ったのが黒髪の方の篠宮と。 います、はい、しのみやくんこのしのみやくんと出会うんですけれどもこのしのみやくんがふこうくんのコータと全くの逆で超幸運体質なんですね真逆はいと。しのみやくんはイケメンなのでものすごくモテるんですイケメンで気が利くのでうん、うん、あいつってちょっと妬んでる気持ちがあったんですけれどもそんな時にこのしのみやくんとコータが一緒に行動したことでコータはあることに気づくんですはい。この人と一緒に行動したら不幸なことが全く起こらないということに、はい はい、それを利用してこうたくんはと行動を共にすることと。を決めるんですね。付き合ってようたくんはそのつもりなく普通に友達としてちょっとあの遊び付き合ってよみたいな恋人としての付き合ってよと勘違いをしてしまって2人は、はいまあ、くっついていくのか行、まあ、かないのかというところでございます。<laughs> はいえー、コミカルで読みやすいというととうころです、まあ、こちら不憫受けということで皆さん結構不憫というとちょっとシリアスというかねうんなんか重い雰囲気があるのかなと思いつつもこちらの作品は まあ「不幸」っていうテーマありつつもものすごくライトでコミカルな作品なのであ初心者でもとっても読みやすい作品となっております。なるほどで、まあポイントあのー、コミカルのポイントがえコウタ篠宮が,、ねね、がものすごく天然で天然たらしで天然なポイントに対してこのコウタがいろいろ頭の中でツッコミをするんですけどそのツッコミがも,うものすごく面白くて普通に。 なんですかねコメディーラブコメコメディーの要素強めの面白い漫画としても読めるので便利ですねはい、脳内帰りみたいなとっても読みやすい作品となっております <laughs>、えー、天然幸運体質で目に翻弄される系ということで先もあのー、このシノミが天然幸運体質ということを言ったんですけれどもシノミは完全にまあ、恋人の 恋人だと思っているので、それらしい態度を取るんですね。あ<ー>はい。まあ、そのキスとかもしちゃうわけですよ。攻めにね、天然のたらしでたらしっていうか、あのイケメンなのでモテるわけですよ。周りからそんな攻めに、まあちょっと翻弄されちゃう受けっていうのも、まあまた不憫の類に入るのかなと思いますので、とっても面白い作品ですので、ぜひ。 はい、ください,い。すごい可愛いですね。はい。なんかすごいピュアピュアで、とっても可愛いです。明るい不備向けで、はい。<laughs> すごい光の不女子大歓季のやつですね。はい、これは本当にそうです。あの最後まで結構あの明るい、うんうんうん。なんかジャグテイストと言いますか。はい もう光の不女子の皆さんにもぜひ、はい、読んでいただきたい不敏受けでございます。こちらぜひチェックしてみてください。はい、攻めがぐいぐい来る系の作品いいなと思ってはいはいはい来たんですけどはいはいあのまあ受けの方が黒髪の方ではい、はい、この方はつん積んでるというか。 あのちょっとちりまほとは違って、はい、ツンツン系クール系の方ですよこの方がウェディングプランナーなんですねまさに <laughs>、はい、こう、えっと、攻めの方がこう年下なんですけど、はい、そ,うそこもまたちょっと違うんですけどちりまほ同期だから、はい、あそうですね確かに、はい、結婚すする新郎だったんですね <laughs> プランナーの何ですか顧客っていいますか はいはいはいでその子結婚するって感じでやってたんですけど,るどするんじゃないんですか実は女の人がその結婚詐欺をやっていたと <laughs> だまらせてたんですねはいはいはい、はい、でまあそれで落ち込んでたところあのあ受けの方が相沢さんって言うんですけど <laughs> 相沢さんはなんかゲイで <laughs> 一晩ぐらいな慰めてやるよとか言って <laughs> あら<ー> <laughs> でまあその落ち込んでるその攻めを、はい、なんですかね遅い受けみたいな感じで慰めてあげるんですよ <laughs> かわいい、はい、でまあそこから攻めがそのめちゃめちゃ真面目でもう責任取るよみたいになっちゃって <laughs> おー 攻めがねめちゃめちゃ重いんですねだからそれでなんか今までいろいろなんか女性に振られてたみたいなあれがあるんですけどめちゃめちゃ重くて鬼伝とかめっちゃしてくるうででまあグイグイ激重だアタックされてまあ最終的にやれやれみたいなやれやれみたいなチェリマ法でその攻めが 重いというか、攻めの愛、が重いやつ、いいなと思って。ああ、確かに、なんかそんな感じなので、あの、ちょっとおすすめ作品ということで、持って行かさせていただきました。友達が、あの、私がなんか、その騒いでたら、あの、見に行って、めっちゃ良かったみたいな。言ってくれたんですよ。その。おお。だから、そのこと、ちょっと、まあ、話したりはしてました。ああ。えでも、いいですね。なんか、分かち合える大事な人と言って。ね、二人で、上に行けると。 素敵だいいなタオル必須ですよね絵柄、うん、と作風となんか全部がいい感じにマッチしててなんか甘くて好きなんですよね、うん、本当にしかもこの黒髪の子がですねちょっと身長が低めの子なんですけど、うん、それを気にして毎日牛乳飲んでるとかその身長高い子がめちゃくちゃ可愛い子なんですけど、うん、それを「えー、天然でも天然でもない」 うん、なんて言えばいいんですかね彼はめちゃくちゃ魅力的なあの、うん、男の子なんですけど、うん、もう身長なんか関係ないみたいななんか。 ところもありまして二人がお互いお互いに包み込むみたいな、うん、めちゃかちゃ可愛い重、ね、なじみカップルものなんでもうぜひぜひおすすめですこれをですねなんでチェリマホファンの方におすすめしたかって言いますあの愛しかない、うん、愛しかない出来合いっぷりを皆さんに見せつけたいっていうことで私は今日持ってまいりました、うん、こちらですねもう一回の方今日持ってきたの一作目の方なんですけど、はい、続編のもう一回もあるんで、はい、ぜひ 絶対ぜひっていうか絶対課題図書僕 <laughs> もシガーディーズもう一回て、ね、<laughs> 合わせたいってことですねいやもうぜひぜひ見てくださいえーそう目から糖尿病になっちゃうタイプの作品です、えー、天然じゃないですよねやっぱり彼はなんか不思議な魅力を持ったなんか可愛 <laughs> い,いんだけど、うん、天然ではなくてこうしっかりしたところもあって可愛くて、うん、いい足ですねとりあえず課題図書なんで皆さん、うん、読んでください可愛い,い これも可愛いんですよねいい。これはですね。受けがめちゃめちゃキル,キルキルで可愛いというところを押したい。 ですはい、素敵大好きよそういういのそうなんですでカメラマンの攻めと、まあ、社会人の受けっていう感じになるんですけども <laughs> そのカメラマンの子がその受けのねユ <laughs> くんっていうんですけどこの黒髪の,この表紙の可愛、うん、い,い子が、はい、一目ぼれしまして<ら>その写真「お前の写真を撮らせてくれ」みたいなもうちょっと違う言い方だけど「俺のモデルになってくれません?」 あ、そう、なんか俺のモデルになってくれませんって書いて、モデルのとこにルビでものって書いてたんですよ。はい、俺のものになってくれと。は初対面で言うんですよ。<laughs> <laughs> ぶちかましますね。ぶちかます,んす。はい。で、まあ、そこで、まあ、あの、はい、まあ、ゆうんとかーみたいな感じなんですけど。はい,は,いはい、はい、はい。まあ、あの、その攻めが、こう、これもアタックしていって。お。でも、最終的に、その、ゆ、ま、う、あ、んはね、あ、足立と比べると、もっとなんかしたたか。 タイプな感じです足立君はそんなこと言われたら「ええー、みたいになっちゃうけど君はその,です、ね、あの「いいよ朝倉さんのものになっても」みたいな、はい、強い強い動じない心を持っているそのう,うちにですねそのなんか「彼女いないのか?」みたいなこと聞くんですねせめい。そしたらあの「俺男が来たから彼女はいないよ」みたいな感じで<ー>まあその聞き返されるんですね あのお前はどうみたいなお前はどうみたでそれでいないって言ったらじゃあ俺と付き合ってみるみたいなでそこからまあなんかその始まるんですねふたの関係が俺と付き合ってみるうんそうなんですよでまあそこからもなんかもなんかねあの攻めがデレデレっていう感じで可愛いですとても可愛いね攻めデレなんですねはいもうとても可愛い作品になってますのでぜひ読んでみてくださいこれもありがとうございますなんか絵のタッチがこう ほ,ほわほわなんか表紙もほわほわしてますもんね,、うん、ね結構さらっとしててかわとても可愛いラブコメですかねラブコメなます、うん